もう絶対に負けられない中で掴んだ勝利です。今の気持ちを教えてください。そうですね、負けられなかったんで強い気持ちで臨みましたし、これだけのたくさんのサポーターの中で結果出せたことは本当に嬉しいです。前半のアディショナルタイムでした。ワンタッチでつないでゴール前しっかり押し込みました。どのようにご自身では評価されていますか？そうですね、味方を信じて最後まで走った結果があそこにゴールにつながったんで、本当仲間を信じる大切さがまた感じます。そしてサポーターの皆さんも最後まで声を上げて応援をしてくれました。その声援、背中の後押しになると思いますし、パスケルでもいかがでしょうか？そうですね、最後きつかったですけど、やっぱサポーターの声援が最後まで走る力になりましたし、本当長坂の初試合だったんで、なんとかチームで勝ち返ってサポーターも持ったと思いますし、それが非常に良かったです。J2 の試合は昨日はこの札幌ドームのみということで、明日上位チームの試合はあります。その上位チームにプレッシャーをかけられたと思いますが、いかがでしょう？そうですね、もう自分たちのことしか考えてないですし、しっかりアウェーで、次アウェーですけど、しっかり結果出して、またホームでこれだけのサポーターの前でしっかりしたゲームができるようにまた頑張りたいと思います。最後までチームとして戦うんで、サポーターの皆さんも熱い応援よろしくお願いします。以上のヒーローは宮崎選手でした。ありがとうございました。素晴らしいことだった。最後で他もチームを信じています。今日のヒーロー背番号の10、宮澤宏樹選手です。